瀬戸口つとむは、日本中央競馬会の元騎手、元長教師。名古屋競馬、ヤ富トレーニングセンターに所属する、長教師、瀬戸口悟るはあじって。中央競馬の長教師の増本豊は、妻の弟。鹿児島県立家農屋農業高等学校地区参加に、在学中の1955年、京都の上田武志9社に、騎手見習いとして入り、1959年、 騎手としてデビューする。1963年にはミスマサコで大賀賞を優勝した。1973年に引退。騎手時代の成績は通算2534,329勝である。特に障害競争での成績は優れたものがあり、145戦55勝。勝率379連帯率。 641という数字を残している。京都大障害は1959年を春菜さん、1960年をシルバ九1961年には京都大障害、中山大障害をトサキングで制している。1973年に調教師免許を取得し、1975年に立党トレーニングセンターで開業する。百八十八年、 地方の笠松から天馬やしてきた小栗キャップが活躍。2003年はネオユニバース号がサツキ賞、東京優秀の2冠を制し、当年の JRA 賞において最優秀3歳後馬に選出された。2005年は54賞を挙げ、JRA 賞を受賞する。2007年2月末をもって定年となり、長教師を引退。当時の時点で管理していた、 主力馬の名称サムソンマルカシェンクマルカラスカル、らすべての管ンディが他の旧舎へ移籍となった。実現することはなかったが、一部スポーツ紙では一定以上の成績を収めた調教師に関しては定年制を延長するなどの処置を取ろうという動きがあると報道されたほどであった。2006年2月末で定年になり、調教師を引退した北橋修二は親友で、 北橋旧社に所属していた福永祐一を自旧社でも主戦機種にしていた。主戦機種として平地競争では福永祐一、石橋守の両機種、障害競争では西谷誠が起乗することが多かった。上京市引退後2007年秋に地方競馬の場所として登録。中央競馬の登録を抹消された競争場を引き取り、主に 名古屋競馬の瀬戸口悟る旧社へ予託していた。2017年11月9日、急性白血病のため、滋賀県内の自宅で死去。81歳没。太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。AB 瀬戸口つとむが、死去81歳長教師時代をおぐりなどを手掛ける、産経スポーツ2017年11月10日。 優春2004年2月号 P21 ありがとうございます。